グランビル軍庁舎、グランビル軍はアメリカ合衆国のオスカロライナ州の中央部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は59,916人であり、2000年の48,498人から23.5%増加した。軍庁所在地はオックスフォード市であり、同軍で人口最大の都市でもある。 グランビル軍は1746年にエッジコム軍から分離して設立された。軍名はカロライナ植民地初期の1865年に8人の植民地領主に与えられた直居土地の8分の1を承継した第2代グランビル伯爵ジョンカートレットにちなんで名付けられた。その土地はノースカロライナ州のほぼ北半分に相当し、この地域はグランビル地区、また オックスフォードとも呼ばれるようになった。1752年、グランビル軍、ブレイデン軍、ジョンストーン軍のそれぞれ一部を合わせ、オレンジ軍が設立された。1764年、グランビル軍の東側がビュート軍となった。最後は1881年、グランビル軍、フランクリン軍、ウォーレン軍のそれぞれ一部を合わせ、バンス軍が作られた。ジョンペンは、 アメリカ初期の裕福な政治家であり、ノースカロライナの代表としてアメリカ独立宣言に署名した3人の一人となった。ペンは法廷弁護士として認められた後の1774年にグランビル軍に移転した。グランビル軍はカロライナの独立運動では中心地となった。著名な弁舌家となったペンは1775年の 第三次植民地議会の議席を獲得し、1776年には大陸会議大議員のリチャード・キャズウェルに代わり、フィラデルフィアで招集された会議では、ノースカロライナ代表として、ウィリアム・フーパーとジョセフ・ヒューズに加わった。後にジョン・ペン、コーネリアル・ハーネット、ジョン・ウィリアムズの3人が、ノースカロライナのために連合規約に調印した。ペンは、グランビル軍に引退し、 1788年に48歳という比較的若い年齢で死亡した。その祝いはグリーンズボロのギルフォード軍庁舎国立軍事公園に葬られている。ノースカロライナ植民地初期の東側にあった早期軍の大半と同様グランビル軍はタスカローラ戦争の舞台になった。インディアンが敗北するとバージニアの農夫たちとその家族がグランビル軍に入植し、 タバコの栽培に集中した。この地域のまだ幼い経済には奴隷の労働力が不可欠であることが分かり、南北戦争の開始時点ではグランビル軍のプランテーション所有者が1万人以上の奴隷を使っていた。南北戦争の時、グランビル軍から2000名以上が南軍に仕えた。一個中隊はグランビルグレーズと呼ばれた。その部隊に属した兵士の大半は、 終戦時に多くのものが生き残っていた。南北戦争の結果、グランビル軍を繁栄させていたプランテーションと奴隷労働力の経済は終わったが、オックスフォードにはアフリカ系アメリカ人がいて、また明るい派のタバコが見つかったこともあって、軍内の農業は発展を続けた。軍内の多くのアフリカ系アメリカ人は南北戦争開戦前に自由となっており、 その優れた技能によって地域への貢献を続けた。黒人石膏の中には、軍の裕福な土地所有者のために家を建てた者もいた。さらに明るい葉のタバコは、優れた換金作物になることが分かった。砂の多い土壌と、新しいタバコ沿道で乾燥できることは、農夫やタバコ加工者にとって大きな利益になることが分かった。歴史家のウィリアム・エス・パウェルによれば、グランビル軍は、 数十年間集内で、タバコの生産量一位を誇っていた。1800年代終盤から1900年代初期、タバコの生産で生まれた仕事があることで、オックスフォードの町が、新しい工業、学校、読み書き教習所、個人用語施設ができて繁栄するようになった。1950年代と1960年代、軍全体に様々な製造業が生まれ、農業からは、 離れていった。今日、製造業では陶器、タイヤ、衣類が作られている。1800年代終盤から1900年代初期、グランビル軍はアメリカ合衆国南東部のタバコ生産者として重要な役割を果たした。アメリカンタバコカンパニー、ロリラード、ブラウンウィリアムソン、リゲットグループなどタバコの大会社と結びついた農園や契約があり、地元農家が繁栄した。 世界恐慌の波はグランビル軍の人々にも重くのしかかった。グランビルウィルト病と呼ばれるタバコの病気が州内北部すべての産品をダメにした。植物学者や樹木学者はオックスフォードにあるタバコ研究センターで治療法を開発した。第二次世界大戦の兵士訓練センターとして開設されたキャンプバトナー、グランビル軍、パーソン軍、 ダーラム軍にまたがって4万エーカー以上を占めていた。戦中に3万人以上の兵士がこのキャンプバトナーで訓練された。ここの給料制の地形がガス爆弾への対処法、カムフラージュの使用法、川を渡るやり方などを兵士に教えるために役立つことが分かった。さらに、ドイツやイタリア兵捕虜がキャンプバトナーでコックや用務員を務めた。 現在のその跡地は州政府に属し、アムステッド病院が跡地に建てられている。グランビル軍は地域自治体の組織であるか当たる地域自治体委員会のメンバーである。軍政府は州法に従い、軍政委員会、マネジャー方式を採用している。軍政委員会は7人の委員で構成されている。アメリカ合衆国国政調査局によれば、 軍域全面積は537平方マイルであり、この内陸地531平方マイル、水域は5平方マイルで、水域率は1.02%である。グランビル群は9つの軍区に分割されている。ブラスフィールド、ダッチビル、フィッシングクリーク、オークヒル、オックスフォード、セーラム、ササフラスフォーク、タリーホー、ウォルナットグローブの各軍区である。 以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。グランビル群の自治体と、軍区グランビル群教育学区には、高校4校、中学校4校、小学校9校が含まれている。ありがとうございます。